お手つきじゃね。ちょっともう一回言って。ムカつくな。リメイクチャンネル。もうこの格好ですよ。はい。あの見る人が見たらわかるかもしれんけど。そうね。そう、わかるかな。こんな格好で、今回久しぶりに対決シリーズをやったんだ。やっていきたいと思います。はい、今回対決するのはこれ、日本史年号カルタ。はい、そしてこれが、ゲーセン50種100人一種で遊ぼう。日本史と100人一種をごっちゃにして、全部ごちゃ混ぜにしてやろうぜっていう。これ1時間くらいかかるんじゃないか私思ってんだけど、ね、これをじゃあやって対決していきたいと思います。はい、あの絶対どう。はい、はい、ルールは、はい、3本勝負で2本先に取った方が勝ち。OK、はい、で、読み人はタイちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。100人一首風と100人一首風と年号カルタ、ごちゃ混ぜで、はい、何どっちが来るかわからないと、うん、すっごい時間かかりそうだよね。おーってなるからね。おーってなる。じゃあよろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。お願いします。読みます。はい。なんとでかいな平城京。あ、有名なやつ。有名なやつ。平城京は知ってるけどどこにあるかわからない。これか。あ、正解。合ってます？合ってる。はい。はい、やったー。はい、はい、忘らるる見覚え思わず誓いてし人の命の惜しくもあるかな。何言ってるのか全然わかんない。惜しくもあるかな。惜しくもあるかなを探すの。もう一回。忘らるる見覚え思わず誓いてし人の命の惜しくもあるかな。むかすげえみたいな。なんかわかんないけどむかつくな。あったー、イエーイ。めっちゃわからん。あ、すごい、藤原の末縄の娘だって。ウコン、あなたに忘れられる私のことは何とも思いませんが、神にかけて永遠の愛を誓ったあなたの命が天罰で失われるのではと惜しまれるのです。だって、歌の意味。何言ってるのか分かんない。ちょっともう一回言って。メールじゃないよ。もう一回。忘らるる見覚え思わず誓いてし。あ、なるほどね。人の命の惜しくもあるかな。オッケーオッケー。見覚えね。はいはいはい。何言ってるの絶対分からない。読みます。はい。人群れ騒ぐ江戸幕府。はい。何言ってんの。人群れ騒ぐ江戸幕府。何言ってんの。これか。違うな。お手つきじゃね。何言ってんの。お手つきないって。あった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 。これじゃね。あれ違うか。あれ違うな。違ったわ。お手つき2回目。はい、お手つきじゃねえから。あ、これじゃね。じゃね。あ、こっちだ。人群れ騒ぐ江戸幕府。ピンポンです。やったやった。そう、俺の勝ち。うるせえ。はい、悔しい。悔しい。ということで今回の、うん、久しぶりの勝負は、俺の勝ちと。ただまあなんかあれだね、百人一首、まあ、後悔風だけど、たいちゃんの読み方がなんかそれっぽくてちょっとイラッとした。忘らるる。わかる。にゃ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 。もう聞いたことあんなみたいな。もう一本欲しかったあれが。ね、うん。あ、でもなんかあれだよね、5本勝負くらいでもよかったかもね。そうだね、うん、3本選手とかでね。だってほら、こんなにあるのにさ、そうそう、3本勝負だったから、ね、ちょっともったいなかったかなとか思うけど、多分私この100人一首はマジで苦手だと思う。
うん、マジ何言ってるのか分かんないんだもん。そうだね、うん、こっちはまあ、上の句を覚えてる人はもう上の句を聞いただけでさ、これだって取れるんだけど、最後まで聞かないと分かんないからさ。そうね、あでも面白かったかな、うん、なんか久しぶりにこういうのやったカルタ。そうだね、やらないもんね、大人になってね。何年ぶりくらいだろう。いやもうほんとそれこそ30年ぶりくらいじゃないかな、30年ぶりくらいだね、うん、楽しかったです、うん、またやるかどうかわかんないけど、また来年。確かに取っとこう。そうだね、うん、じゃあまたこのカルタ勝負はまた来年に持ち越してね、はい、でも今回は俺の勝ち。はい、ということで、この動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。